せーの、あやすです。ほはにです。ほのかです。うちゃまるです。ちょっと待って、ちょっと待って、あのどうした、あの今月12日、あいさちゃん何の日かわかる？はっ、ちょっと待って、いきなり今月12日って何月何日？うん、それはわかる。10月 12? 10月 12? おまかちゃったね。東京にいた時、アリサちゃんに電話した時に電話した？ごめん、え、電話されたんですか？あの子、一番憧れてる先輩だから、あのそのメッセージが送れた。いつ電話した？え、だからなんか言わせました？言わせた？え、いきなり、いきなり、だから電話来てない、電話来てないです。いや、電話、ほら、電話したじゃん、12年あの、東京のことだよね。いきなり言わせました？東京で？今です。どうやって？え、それ言ってねみたいな。え、泣いてんのかよ。え、ほのかちゃんがソアラと、泣いてるし、あのほらソアラとコハネは出てくれたじゃん。出ました。で、モネも出てくれたじゃん。え、誰が電話しました？俺、10月10日ですね。泣いてるし。ないです、ないです、電話。メッセージ？そうよ、失礼。が欲しいって言ってメンバーに電話してたんよ。最後やっぱあの一番憧れてるアリサちゃんに電話したいって言って電話したってなかったのがショックだったのかなって思って。マジか。そんなショックだった？ごめん。ドッキリじゃないですか？そっか、一番憧れた。ちょっと顔見せて、顔見せて、大丈夫？あ、だけ元気なかったのか、今日。一番憧れてた先輩だって。一番憧れてた。あ、そっか、お祝いメッセージ欲しかったな。初耳。それめっちゃ、あれ勉強してた。そうそう、で、アリサだけ最後出なかったんですよ。ちょっと今ごめんなさい。ごめんなさいじゃなくて、ほら、お祝いメッセージが欲しかったって。おめでとう。なんか、ごめん、本当にごめん、本当にごめんね。12日、覚えてた？12日は、あの電話来てなかった。じゃあその、今月何、12日は何の日か分かる、アリサちゃん。え、でも、あのなんで、あの12日じゃなくて、どうも他人でも。10日にですか？うん、で、え、誕生日の2日前にですか？うん、なんでですか？いや、そこお祝いしたから。当日の方がよくないですか？撮影がちょうどできたって。そうそう、あの、東京にいたからね。マジか、ショックです。だから元気なかったのか。元気だった。やらせじゃないですか？こんな悲しいやらせあります？同情しないでください。いやいや、同情するよ。だって憧れてる先輩から一番欲しかったっつってるからさ。え、何日に来たの？10、夜に来た。分からん、そら夜寝とって、下行けて電話が来て、もうびっくりしたと思って出た。勉強しない、音楽聴きよと思う。マジか。え、一回止めましょう。絶対止めましょう。止めましょう。取る意味ないですよ。取る意味ないですよ。何で止めてみてくださいっていうドッキリ。本題の方に行きます。やだ、ちょっと
そう、乗れないですね。焦った？え、申し訳ない、本当に電話で出なかったのは申し訳ない。いや、それは出なかったの、しゃあないよ、しゃあない。うん、ソアラの顔がめっちゃ白んだけど。ごめんね、ごめんね。大丈夫。かわいい。いや、でも出なかったのはショック受けたのはガチなんで。そうなんですか。はい、どんだけほのかがありさのことを思ってるか、東京の動画出たら見てください。はい、もう一個サプライズドッキリがありまして、ほのかさんとキラさんがどうしてもね、あのお土産を買ってきたいっていう先輩がいまして、受け取っていただければと。それキラから、あなた誰でしたっけ、ソアラさん、ソアラへ。で、それはほのかからアリサね、定規でボロボロじゃん。まずメモリがないけん定規の役目果たしたらありがとう。そうで、ありがとう。その、 あの筆箱の中身の動画を見て、あの筆箱の中のあたちがボロボロだったよねっていうことで、ありがとう、マジありがとう。嬉しい、めっちゃ見よる、嬉しい、すごい、ありがとう。東京に行っても先輩のことを思ってたんですよ、二人は。ありがとうございます。ありがとうございます。で、キラはなぜ、ソアラに買ってきたかというと、東京に行く前日に LINE で東京頑張ったねっていうメッセージをもらったのが嬉しかったと。なんていい先輩さん。そう、なんていい先輩なんだということで。で、原宿に着いたら二人にお土産を買ってもいいですか。こちらもドッキリでございます。いいドッキリですね。はい。こういうドッキリを毎回してほしいです。うん、そう。なんか、もうなんか情緒が不安定になるので、やめてもらっていいですか、本当に。情緒が不安定。ありがとう。ありがとう。え、かわいい。ありがとうございます。この辺は、あ、俺からお土産があるので。あ、ちょ、はい。辛いもの、ね。毎回あのペヤングが出るたんびに上納しますので、もうやだ、です。あ、ちょっと私あの今なんですけど、辛いの辛い 部活ちょっと引退を卒業をさせていただいて、私もですね、あの受験ということで卒業ともにね、あのアリサさんの場合は契約がありますので、辛い部契約がありますので、いや契約もあのもうもう寝てる間にこう指紋させたんで、授与してないんですよ、私は。まあやりましょうか。オッケー。あ、落ちた。あ、ごめん。